李登輝は、台湾の政治家、農業経済学者、宣教師。第四代中華民国総統。コーネル大学農業経済学博士、拓殖大学名誉博士。信仰する宗教は、プロテスタント、長老派。日本統治時代に使用していた名は、岩里正夫。本省人初の中華民国総統で、台湾民主化の父と評価される。日本においては、 22歳まで日本人だったの言葉や日本語が話せることなどから新日家としても知られた。小慶国を副総統として補佐し、その死後は後継者として中華民国の歴史上初めてとなる民選総統であり、なおかつ本省人出身者では初の総統となった。中華民国総統、中国国民党主席に就任し、中華民国の本土化を推進した。 中華民国が掲げ続けてきた反抗大陸のスローガンを下ろし、中華人民共和国が中国大陸を有効に支配していることを認めると、同時に台湾、宝庫、金門、バソには中華民国という別の国家が存在すると主張した。国境内戦の一方的な終結宣言により、内戦を口実にしてきた動員観覧時期、臨時上官の廃止で、 中華民国の民主化を実現し、国家統一綱領に基づいて中華人民共和国との統一交渉も開始しつつ、第3次台湾海峡危機では中華人民共和国の軍事的圧力に対して中華民国の独立を守った。総統職と国民党主席を退任した後は、台湾と名前のついた初めての政党台湾団結連盟を、 自ら中心となって結成し、台湾独立運動、広島緑連盟に影響を与え続けていた。兄、リ・ノボル・キンとの写真中学時代のリ・ト輝キ兄、リ・ノボル・キンとリ・トウキ台北州淡水軍三芝小発母村の、源の午後で、リ・キンリュウと、高二式の次男として生まれる。父、キンリュウは、警察補として、植民地当局に出資していた。 二歳年上のアニリノボルキンは、第二次世界大戦で、志願兵となるが、フィリピンの前線で、行方不明となり、大日本帝国海軍二投機関兵として、戦死通知されている。イボテイノリヒノエ男は、貿易業に従事した。父方のリ一族は、現在の福建省英帝から台湾へ移住してきた、八家の系譜で、祖父の代には、アヘンの販売権を有しており、 経済的に安定した家庭環境によって幼少の頃から教育環境に恵まれていた。なお、母方は貧難民系である上、一族も移住後に現地コミュニティと融合していたことから、陶器自身に発火としてのアイデンティティはあまりなかった。高学校に入学した陶器は日本名、岩佐と正夫を通称として父から授けられた。 父の転勤に伴い6歳から12歳まで、潮留め工学校、南高校学校、三芝工学校、淡水工学校と4度の転校を繰り返した。淡水工学校を卒業後は、私立台北国民中学に入学したが、1年後の1938年に、阿波・江中学校へ転校。阿波・江中学校では学業に専念し主席で卒業。卒業後は、 台北高等学校に合格。当時の内体教学教育により当期は、障害流暢な日本語を話し、後年行われた芝良太郎との対談においては、22歳までは日本人だったと語り、難しいことは日本語で考えると公言していた。中華民国籍取得後も、法日時には日本語を使用していた。1942年9月、 戦時の在学期間短縮措置により、台北高等学校を卒業。同年10月、現地の台北帝国大学には、現地人に対する入学制限から進学することが、叶わず、本土の京都、帝国大学農学部農業経済学科に進学した。農業経済学を選択した理由として、本人によれば幼少時に小作人が苦しんでいる。 不公平な社会を目の当たりにしたことと、高校時代の歴史教師である、塩見香るの影響により、マルクス主義の唯物資感の影響を受けたこと。農業問題は、台湾の将来と密接な関係があると思ったことを、理由として挙げている。大学時代は自ら、農業簿記を学び、同時に、マルクスや川上はじめなどの社会主義関連の書籍に、親しんでいた。 当時の陶器は台湾よりも台湾人に門戸が開かれていた。満州で卒業後に立身出世を目指すことを考えていた。1944年に他の門下系学生と同じように学徒出陣により出生する。大阪師団に徴兵検査第一をつし合格で入隊し台湾に一時帰って基礎訓練を終えた後日本に戻り、その後千葉陸軍校舎学校に 見習い士官として配属される。その直後の1945年3月10日、東京大空襲に遭遇。千葉の上空を通って、東京方面に向かう、米軍機に向けて、降車砲を撃つ。爆撃で、金属片が顔をかすめたが無事だった。大空襲の翌日である3月11日、爆撃で戦死した、小隊長に代わって、被災地で救援を指揮。その後、 終戦を名古屋で迎え、直後の昇進によりいわゆるポツダム将位となる。招集された際、日本人の上官から、お前、どこへ行く兵になるかと聞かれ、迷わず、不評にしてくださいと言い、加えて、二等兵にしてくださいとまで要求したところ、その上官から、どうしてそんなきついところへ行きたいのかと笑われたという。そう踏み絵と、 結婚1945年8月15日の日本の敗戦とそれに伴う中華民国による台湾接種を受けて中華民国籍となる。当期は兄弟に復学して学業を継続するか悩んだ後、新生台湾建設に貢献すべく帰国を決意する。日本軍が台湾を撤退した後の1946年春に台湾へ帰り、同年夏に 台湾大学農学部農業経済学科に編入学した。五克康の証言では、当期は彼の要請を受けて台湾に帰国後間もない1946年9月に中国共産党に入党。同年発生した米軍兵士による北京大学生合姦事件に抗議する反米デモや翌1947年の国民党による2.28。 事件に反発する暴動などに参加した。2、28事件では当期は台湾人及び日本人としての経歴からこの事件で粛清の対象になる可能性が高かったため知人の蔵にかくまわれた。この頃の当期については複数の証言があるが共産党員としての活動期間は概ね2年間とされる。このことに関して共産党員になるには 党組織による観察が1年以上必要なので、台湾に引き上げてから2.28事件が発生するまでに共産党員になるのは不可能だとする意見もあったが、2002年に行われたインタビューで、当期自身がかつて共産主義者であったことを認めた。当期は同インタビューの中で共産主義理論をよく理解しており、共産主義は失敗する運命にあることを知っているので、 共産主義には長い間反対していたと述べた。さらに自身の国民党への強い憎悪のために共産主義に傾倒したとも述べている。また、当時、毛沢東が唱えていた新民主主義を研究していた新民主導司会に所属して、後にこの組織が共産党に引き継がれてから離党したので入党ではないと疑惑を否定した。 1948年に農学士の称号を得る。1949年8月、台湾大学を卒業し、同大学農学部の助手として採用された。同年2月には、淡水の地主の娘であり、台北第二女子中学の祖父三重と見合いにより結婚。なお、1949年は、国境内戦での国民党軍の敗北が明らかと、 なり小解析政権が台湾に逃れてきた時期にあたり、5月19日には臨時会言令が台湾全域に施行され、冬季も9月に台湾省警備総司令部による検挙を受けた。1950年に湘南里のリーフミを設け、1952年に中尾、基金奨学金を獲得し、アメリカに留学、アイオワ州立大学で農業経済学を研究した。 1953年に、修士学位を獲得して帰国、台湾省農林町議、まさかね農業経済分析係長に就任する、傍ら、台湾大学の講師として勤務することになった。その後、1957年に、中国農業復興連合委員会に就職、研究職としての職歴を重ねた。同時に、台湾大学助教授を兼任した。 1961年に、キリスト教に入信する。家族写真1965年、ロックフェラー財団を呼び、コーネル大学の奨学金を得て、コーネル大学に留学する。同大学では、農業経済学を専攻する。1968年5月に PhD を取得。博士ロンドン、インターセクショナル、キャピタルフローズインザエコノミックデベロップメントオブ、台湾。 1895の1960は全米農業経済学科賞を受賞し、1971年にコーネル大学出版社から出版されている。博士号を受けて1968年7月に台湾に帰国、台湾大学教授兼のまた会議生に就任した。この当時42歳で留学生の間では最年長だった彼は、 週末になると若い学生を自宅に招き、ステーキを振る舞うことが多かった。そのため、当時のあだ名が、牛入りだったというエピソードがある。この頃彼の家に、招待されていた者の,の中に、後に、小渓谷暗殺未遂事件を起こす公文言う、提示祭がおり、このことが口述する体への出国不許可につながることになる。 1969年6月、陶器は憲兵に連行されて警備総司令部の取り調べを受ける。最初の取り調べは17時間にも及びその後1週間、拘束された。この経験から李陶器は、台湾人を白色テロの恐怖から救うことを決心したと、後年述べている。この時、彼の経歴を洗いざらい調べた警官に、お前みたいなやつなんか、 小渓谷しか使わないと罵られたという。1970年、国際連合開発計画の招待により、台湾国で農業問題の講演を依頼されたが、同年4月に、小渓石の息子で当時行政院副委員長の役職にあった小渓谷の暗殺未遂事件が発生し、犯人の子文優とアメリカ留学時代に交流があったため政府は、 観察中との理由で出国を認めなかった。この時期のまた会の上司であった、陣、総監督、女刑省、または、小警告側近の大登、李官の推挙により、1971年8月に、専門家として、小警告に、農業問題に関する報告を行う機会を得て、その地具を得ることになった。そして小警告により、国民党への入党を勧誘され、 同年10月、経済学者の大阪坂への紹介により、国民党に入党している。行政委員長に就任した、小慶国は、本省人エリートの登用を積極的に行い、当期は無人所大臣にあたる、政務委員として入閣した。この時49歳であり、当時最年少での入閣であった。以降6年間、農業専門の行政院政務員として活動した。 共同で収穫作業をする離島期その後1978年小渓谷により台北市長に任命される市長としては台北芸術祭に力を入れたまた水不足問題の解決等に尽力し台北の水亀である翡翠ダムの建設を行ったさらに1981年には台湾省主席に任命される省主席としては 八万農業大軍を提唱し、農業の発展と稲作転作などの政策を推進した。この間の陶器は、派閥にも属さず権力闘争とも無縁で、小恵国をはじめとする上司や政府中枢の年配者の忠実な部下に徹した。1984年、小恵国により、副総統候補に指名され、第1回国民大会第7回会議で行われた、 選挙の結果、第7期中華民国副総統に就任した。小慶国が陶器を副総統に抜擢したことについて、陶器自身は、私は小慶国の副総統であるが、彼が計画的に私を後継者として選んだのかどうかは、本当に知らない。しかし、私は結局彼の後を引き継いだのであり、これこそは、歴史の偶然なのである。と語っている。 1982年に、長男ののりふみを上院当願により32歳の若さで失う不幸に見舞われているが、その子、羊猿木も女児であり、理家を継ぐ男児がいなくなったことから、小渓谷の警戒を解き、側近中の側近と言われていながらも左遷された、王のボルラとの明暗を明けたとも言われる。相当に就任した、李闘九百八十八年一月十三日。 小慶国が死去。小慶国は、臨終の間際に、陶器を呼び出したが、秘書の取り次ぎミスにより、臨終には立ち会えなかった。任期中に総統が死去すると副総統が継承すると、する、中華民国憲法第49条の規定により、陶器が、総統に就任する。国民党主席代行に就任することに対しては、小懐席の妻、 総美霊が躊躇し主席代行選出の延期を要請したが、当時、若手党員だった。総祖優が早期選出を促す発言をしたこともあり、主席代行に就任する。7月には、第13回国民党全国代表大会で、正式に党主席に就任した。しかし、党期の政権基盤は、確固としたものではなく、理官、各白村。 有国から党内保守派がそれぞれ党、軍、政府の実権を掌握していた。この後、党規はこれらの実力者を牽制しつつ、微妙なバランスの中で政権運営を行っていった。1989年には、党秘所長の李官と行政委員長の有国家を争わせて、呂を追い落とし、その後釜に李官を就任させた。この時、 公認の秘書長に当期の国民党主席就任を支持した、総総意を据えた。万年国会解消1990年5月に当期の代理総統の任期が切れるため、総統選挙が行われることになった。党の中央常務委により1月31日に当期を党推薦の総統候補にすることが決定され、当期が誰を副総統候補に指名するか注目されたが、 当期が2月に指名したのは、李官などの実力者でなく、相当不秘所長の李元続だった。これに反発した、党内元老らは、党推薦候補を確定する、臨時中央委員会全体会議で決定を覆す、ことを画策し、これに、李官、各白村らも同調した。反李当期派は、投票方式を当日に、従来の、規律方式から、 無記名投票方式へ変更した上で造反した人物を特定されずに、政服総統候補の選任案を否決しようとしたが、李登輝派がこの動きを察知して、マスコミにリークして牽制。登器は李銀族と共に、党の推薦を受けることに成功した。その後も、反李登輝派は、台北市長、台湾省主席で登器の前任者でもあった、本省人の林洋を 総裁候補に、小慶国の議定である、小異国を副総統候補に擁立し、国民大会で争う構えを見せた。かつて、陶器を支持した長商ー羅党内改革派も、李陶器独裁を批判したが、政治改革を支持する世論に支えられた陶器は、票を固め、党内元老の調停の結果、林洋行、小異国いずれも、不出馬を表明した。一連の、 2月清掃を制した当期は、党内地位を確固たるものとし、3月21日の国民大会において、新任投票により、当期と李玄族が総統、副総統にそれぞれ選出された。同時期、台湾では民主化運動が活発化しており、国民政府台湾移転後一度も改選されることのなかったミニ代表機関である、 国民大会代表及び立法員退職と全面改選を求める声が強まっていた。1989年に国民大会で台湾への撤退前に大陸で選出されて以来座り続ける万年議員の自主退職条例を可決させていたが、1990年3月16日退職と引き換えに高額の退職金や年金を要求する。 国民大会の万年議員への反発から3月学運が発生した。当期は学生運動の代表者や民主進歩党の高新助主席らと会談し、彼らが要求した国税会議の開催と憲法改正への努力を約束した。第8代総統に就任した同日の5月20日には早期に動員観覧時期を集結させると言明し、 1979年の美齢島事件で反乱罪に問われた民主活動家や弁護士など政治犯への特殊や公民権回復を実施した。6月に長野の格闘派の代表者を招き国勢会議が開催され、各界の憲政改革に対する意見を求めた。国勢会議の議論に基づいて、 1991年5月1日をもって動員関乱時麒麟事上官は廃止され、中華民国憲法像、お無条文により初めて、中華民国憲法を改正した。これにより、国民大会と立法院の解散を決定し、この二つの民意代表機関の改選を実施することになった。これによって、万年議員は、全員退職し、同年12月に、 国民大会、翌1992年12月に、立法議員の全面改選が行われ、万年国会、問題は解決された。相当直接民選家族写真2.28、事件記念碑の落成式典で頭を垂れる李陶器1991年6月、党期は、対立が決定的になった理官に代わって、各白村を行政委員長に指名した。 各も先の総統選挙では、李登輝下ろしに関わっており、台湾世論では驚きをもって受け止められ、民進党や改革派は三軍に、絶大な影響力を持つ実力者の使命を、軍人の政治干渉として反発した。当時登器は、治安回復などを、核使命の理由としたが、真の狙いは、国民党の支配下にあった軍を、国家のものにすることにあった。実際、 陶器は、シビリアンコントロールの原則に従って、核を国軍から退役させたため、核の国軍に対する影響力が弱まり、国軍の主導権も陶器が握ることになる。その後、陶器と事実上の共闘関係を結んでいた、民進党が核を攻撃し、理官により、理官と連携できない核は、主旧派をまとめられずに1993年に、総辞職に追い込まれた。 当期は公認の行政委員長に側近の連戦を据え行政院の主導権も握った。権力を掌握した当期はより一層の民主化を推進していくことになる。1992年には陰謀犯による内乱罪を規定していた刑法100条を立法院で修正させて台湾独立などの主張を公にすることを可能にし、 その後海外にいた独立活動からも無罪にされた。この民主化は静かな革命と呼ばれ、李登輝は民主先生とも呼ばれた。李登輝は柴良太郎との対談で夜66寝ることができなかった。子孫をそういう目に二度と合わせたくないと述べており、台湾人を苦しめた法律、組織を次々と廃止。 蒋介石の残党を巧みに追放し、野党の民主進歩党を育て、民主化を進めた。1994年3月31日に発生した千島湖事件について、中国共産党の行為は土ヒと同じだ。人民は、こんな政府をもっと早く抱きすべきだった。こんな時はガツンとやるに限るんだ。そうすると、中国人はおとなしくなる。 下手に出るとつけ上がるよ。日本は中国に遠慮して、つけ上がらせてばかりじゃないかと述べており、ドヒという激烈な言葉で中国を激しく批判したことから、台湾で波紋を呼び、中国からの武力攻撃を心配する声もあったが、その後、中国の理法首相が陳謝し、哀悼の言葉を述べている。1994年7月、台湾省、台北市。 高尾市での首長選挙を決定し、同年12月に選挙が実施された。さらに当期は、総統直接選挙の実現に向けて行動した。しかし国民党が提出した、総統選挙草案は、有権者が選出する、代理人が総統を選出するというアメリカ方式の、間接選挙を提案するものであった。それでも当期は、フランス方式の直接選挙を主張し、 1994年7月に開催された国民大会において第9期総統より直接選挙を実施することが賛成多数で決定された。同時に総統の1期4年連続2期の制限を不死独裁政権の発生を防止する規定を定めた。ドイチェ・ベレの取材を受ける離党期1996年初めての総統直接選挙が実施される。 この選挙に際して中華人民共和国は台湾の独立を推進するものと反発し、総統選挙に合わせて海峡961と称される軍事演習を実施、ミサイル発射実験を行った。アメリカは2隻の航空母艦を台湾海峡に派遣して中国を牽制し、両岸の緊張度が一気に高まった。北京政府の意図に反して、 これらの圧力はかえって台湾への国際的な、同情と陶器への台湾国民の支持を誘う結果となり、陶器は54.0%の得票率で、当選して、台湾史上初の民選総統として、第9期総統に就任した。民主の、大いなる門が、たった今、台湾、宝庫、金門、バソ地区で開かれたと声明を読み上げた後、三民主義万歳。 中華民国万歳、台湾人民万歳と締めくくって大歓声を浴びた当期は政治家としての絶頂期を迎える。相当に再任後は行政改革を進めた。1996年12月に国家発展会議を開催したが、この会議の議論に基づいて1997年に憲法を改正し台湾省を凍結することが決定された。これによって、 台湾省政府は事実上廃止となった。2000年の総統選挙では、自身の後継者として、副総統の連戦を推薦して、選挙支援を行うが、この選挙では、国民党を離党した、ースソユが総統選に参加したことから、国民党病が分裂。最終的には、民進党候補の陳水編が当選し、第10期中華民国総統に就任した。これにより、 台湾に平和的な政権以上を実現したが、野党に転落した。国民党内部からは、党期の党首辞任を求める声が高まり、2000年3月に国民党主席職を辞任した。外交においては、小敬国政権末期の路線を引き継ぐ形で、従来の中華民国は、中国全土を代表する政府という建前から脱却し、 男性外交と呼ばれる現実的な外交を展開。正式な国交がない諸国にも積極的に訪問した。1989年にはシンガポールを訪問して、小恵国の名優であったリーク・アンユーと会見するが、この際シンガポール側が、李登輝を中華民国総統ではなく、台湾から来た総統という呼称を用いたものの、登記は不満だが、 その故障を受け入れると表明した。香港で行われた中台のオリンピック委員会トップによる協議で台湾のスポーツ団体の中国語名称を中華台北とすることで合意した。また、1990年にガットには中華民国ではなく台湾、宝庫、金門、馬所個別関税領域の故障で加盟し北京で行われた1990年。 アジア競技大会に1970年バンコク大会以来20年ぶりに参加し、両岸のスポーツ直接交流が始まった。1991年には APEC にも中華台北の故障で加盟している。両岸問題では1991年に中国大陸と台湾は等しく中国であり、一つの中国の原則に基づいて敵対状態を解除して、 統一に向けて協力すると定めた国家統一綱領を掲げ、密使を通じて大陸の素傾向らと接触して窓口機関の海峡交流基金会を設置してシンガポールで公王会談を実現させるなど当初は中台統一に積極的だった。1993年にはそれまで香港とマカオを介した間接貿易のみだった大陸への直接投資を 解禁した。しかし、動員観覧時期を終結させて以来、北京政府は、陶器のことを隠れ大独派とみなしており、陶器自身も口述するに国論を、いつかは言わねばならないと機会を伺っていたと、回想する。リー・クアンユーとは、蜜月関係にあったが、1994年9月に、リーから、台湾は、中国の一部で、何十年かかろうとも、将来は、 統一に向かわねばならないと水を向けられたのをきっかけに、陶器が態度を硬下し、両者の交流は途絶えた。1995年に、陶器が訪米を実現して、中華民国のプレゼンスを国際社会にアピールすると、北京政府は露骨な強硬姿勢を取るようになった。1996年に相当に再選された後は、陶器の武力行使法規提案を拒絶した大陸の港。 宅民政権の文行部閣によって台湾海峡ミサイル危機が起き、陶器は台湾独立を意識した発言を強めていくことになる。1999年7月、ドイツの放送局ドイチェベレのインタビュー中で両岸関係を特殊な国と国の関係と表現に国論を展開した。この発言には10月1日の国慶節で一国 制度を全面に打ち出して、台湾との統一交渉を開始しようとする、北京政府を牽制する意図があった。同年12月にも、アメリカの外交専門雑誌、フォーリン・アフェアーズの論文で、台湾は主権国家だと記述し、台湾独立を強く意識する主張を行った。2013年5月、李陶輝は、台湾人のルーツをたどれば、 中国大陸からの移民が多いとしつつも、私がはっきりさせておきたいのは、台湾は中国の一部とする中国の論法は成り立たないということだ。400年の歴史の中で、台湾は6つの異なる政府によって統治された。もし台湾が新国によって統治されていた時代があることを理由に、中国の一部とされるならば、かつて台湾を領有したオランダやスペイン。 日本にもそういう言い方が許されることになる。いかに中国の論法が暴論であるかがわかるだろう。もっと言おう。確かに台湾には中国からの移民者が多いが、アメリカ国民の多くも最初の頃はイギリスから渡ってきた。しかし今日、アメリカはイギリスの一部などと言い出す人はいない。台湾と中国の関係もこれと同じであると述べている。 李登器は12年間の中華民国総統時代に力を注いだのは農業の発展で生まれた過剰資本と過剰労働力を使用して中小工業を育成するという資源配分でありそのやり方は日本の発展が偉大な教師であり日本と台湾が歩んできた経済発展の道は外国資本と技術を当てにした北京コンセンサスとも規制緩和と 国有企業の民営化と財政支出の抑制を柱にしたワシントンコンセンサスとも異なる方法であったと解雇している。中華民国総統の蔡英文と晩年の折、陶器病院から総統府前を経由して仮想場に向かう車列。母費総統職を退いた後は台湾独立の立場を明確にした。中華民国は国際社会で すでに存在しておらず、台湾は速やかに、マサナを定めるべきと主張する、台湾マサナ運動で総称就任を務め、2001年7月には、国民党内の本土派と台湾独立活動家と、共に、台湾団結連盟を結成した。形式上ではすでに政界を引退していたものの、独立運動の精神的な指導者と目されるようになる。 このため、同年9月21日に、国民党中央公格規律委員会により、半島行為を理由に、党籍剥奪の処分を受けた。国民党を離れたため、その後は、台湾独立派と見られる民進党と関係を深めていく。2003年9月には、もはや、中華民国は存在しないと発言して、台湾独立への意思を鮮明にした。 2004年の総統選挙では、選挙運動中の同年2月28日、台湾島の南北約 500km を、約200万人の市民が手をつないで、人間の鎖を形成する台湾独立でも、主催するなど、民進党候補の陳水編を側面支援した。しかし次第に、陳水編を批判するようになり、民進党とも距離を置くようになる。 2007年1月にはメディアのインタビューを受けた際に私は台湾独立とは一度も言ったことがないと発言して天候かとメディアに騒がれる出来事もあったが台湾の声によればインタビュー本文には台湾はすでに独立した国家だから今さら独立する必要はない民進党は政治利用に独立を持ち出すのは控えるべきと発言したことが明記されている 2008年の総統選挙ではなかなか民進党の総統候補である社長邸の支持表明をせず、しびれを切らした後援会が勝手に支持を表明する事態が発生したが、2008年3月の選挙直前に社を台湾が主権国家であるとはっきり言える人物として支持表明。しかし、国民党総統候補場永久の当選後は、 産経新聞のインタビューに対し、馬に協力する意向を示した。地位によって、政治的主張が異なる人物のため、台湾国内では、台湾独立を諦めていないが、駆け引き上手な現実主義者というイメージが強いとされる。2011年6月、9期目在任中の1997年から、退任する2000年までの間に、国家安全局の裏帳簿から、 自身の創立したシンクタンク台湾総合研究院へ780万ベイドルを運営資金として長島また一部を着服した高金横領とマネーローンダリングの罪で中華民国最高検察庁に起訴された。2013年11月15日台北地方法院で無罪判決が言い渡された。台湾第四原子力発電所について 2013年4月に、離島期ははっきりと各4の住民投票に行くことはないと表明し、もし原子力発電を維持できなければ、台湾の未来はどこへ行くのか風力や太陽エネルギーでエネルギー源を置き換えようとするのならば、これらの代替エネルギーはコントロールする術がなく、不安定すぎて、台湾の電力需給に応えられない。 原子力発電方式は改変すべきでありと語り、人民の台湾電力及び政府に対する信頼の欠如に至っては、台湾電力は民間に解放すべきで、例えば6社の民営電力会社に分割して、小規模で進めれば、このように大きな問題は発生することはありえないと主張した。2012年4月から、生命の旅と称して、台湾各地を視察する旅に出ている。 どんな姿であれ、最後は、玉山で終わりたいという胸の内を周囲に語っている。2013年12月、台湾で同性婚を容認する、王の元成家宝案に対し、私は、キリスト教徒だ。聖書に何と書かれているか見てみるべきだと発言し、反対の立場を表明した。2016年12月には、我々の社会は、自由があるだろう。 男女は自由だし、どう自由にしても構わないが、家庭が必要なら子供を産むのも必要だという関係だ。家族の継続は十分に維持されなければならず、宗教上私の立場ではどうしても同意しないと語った。2016年7月30日、石垣島を訪問し、台湾農業者入植券消費などを参観し、日体交流について講演した。 訪問の際に食べた、石垣牛の美味しさに感動し、台湾和牛の産業化を研究し始め、陽明産、京店見陰で戦前移入された、田島牛の末裔の牛を購入し、若い頃働いていた、カレンの牧場施設を仮育成事業を開始。初めて繁殖に成功した子牛を、源の京牛と名付けた。2020年2月、自宅で牛乳が、 期間に入ったことで誤嚥性肺炎となり入院。7月に入って体調が急激に悪化。同月29日には、蔡英文総統、雷清森副総統、蘇佐田正行政委員長らが見舞いに訪れた。翌30日19時24分頃、入院先の台北英民総委員で死去。97歳だった。2020年10月7日に、国別追悼礼拝を、 にき市淡水の心理大学大礼拝堂で行い、その後、国軍管轄施設である五子山軍人墓地内の特訓区に遺骨を埋葬された。柴良太郎や小林義則との対談でも時間を忘れるほど熱心に語る、雄弁家である。新婚時代、新妻に対しても遠慮なく、農業政策を語り続けたため、農業には無知だった夫人も話を合わせるために、 農業を勉強したという。李登輝は中国の政治家を全面否定するわけではなく、古錦東やその皇族世代の習近平、李克強を地方で鍛えられた優秀な政治家と高く評価し、日本の政治家を東京や法律でしかものを考えられない人ばかりと批判していた。中学、高校時代に鈴木大説、安倍次郎、 倉田百三、夏目漱石らの日本の思想家や文学者の本に触れ、日本の思想から影響を受ける。また、日本の古典にも通じており、古事記、源氏物語、枕の宗師、平家物語などを読む。宗教に関しては、キリスト教長老派を信奉した。また、台湾総督不民政長官を務めた、後藤新平を、 台湾発展の立役者として高く評価したる。ちなみに、若手育成のために開いた、離島期学校の卒業生らが、離島期が漫画、先駆け、男塾の登場人物の江田島平八に似ているということで、PR 向けに江田島平八のコスプレを行ったことがある。これについて、主に国民党議員から、日本美意気だ、植民地支配工程などとの批判が起きた。 熱心なキリスト教徒で、相当退任後は、産地に入りキリスト教の布教をしたいと語っていたが、さらなる民主化のため、台湾団結同盟を自ら主導して創立した。また、旧約聖書のデイジプト記についてよく話していた。台湾の同世代に、顕著なことだが、かつて、台湾政府の養殖を経験していながら一番得意と、される言語は日本語と言われる。 それについで、台湾語、英語となり、一番苦手なのは、北京語で、非常に、台湾あまりが強い。北京語で質問されると、それを日本語に訳して、意味を理解し、日本語で回答を考えてから、北京語に訳すという、日本人と同様のプロセスで返答していたことから、外省人の記者たちからは、離島期の北京語は、どうしてあんなにめちゃくちゃなのかと言われていた。 この増えてさを逆手にとって、総美霊の側近に、総美霊の北京語は、石膏なまりが強いため、今後要件は、文書で送付するようにと要請、発言を記録化し、総美霊の権力を失墜させた。上記のように、日本文学を多く読み、岩波文庫の増書数を誇ったり、日本のオピニオン雑誌、中央公論、文芸春秋を愛読するなど、情報処理や、 思考の面で多く日本語が介在したとされる。そのため、記者会見など公の場でも、特定の単語を日本で使用される古称をそのまま、現地語で発音することがあり、台湾では、ペルシャ湾戦争と表記される湾岸戦争を湾岸戦争のまま、中国語読みしていた例も確認されている。文江夫人を日本語読みで、文江と呼ぶこともある。なお、 娘たちの学習は自由意志に委ねており、二人とも本格的な日本語教育を受けず、英米に進学した。皇帝級フリゲートの購入や、党の資金を使った投資プロジェクトからのキックバックなど、金銭をめぐる疑惑が少なからずあった。自身の影響力を維持するため党内に金をばらまいたり、選挙で優位に立つため暴力団を頼ったりしたこともあったとされる。 これらの裏金は国外への工作にも使用され、国交維持を目的として、南アフリカ共和国に巨額な資金提供が行われたほか、日本の橋本隆太郎、アメリカのカート・キャンベルや、ポール・ウォルフォウィッツなどが、ロビー活動の対象として挙げられている。また、本商人アイデンティティに傾倒し、他のエスニックグループから反感を買っていた。2000年の総統選挙では、 共に改革に取り組み党内で拉腕を振るった、総総油を廃し、組みしやすい、連戦の擁立に固執した。総総油は、無所属で立候補して、連戦投票を悔い,い、民進党の沈水編を利することとなった。結果政権交代となり、後に、党機自身も、党主席辞任を余儀なくされた。その後の党機は、国民党批判を公然と行い、その変説ぶりと、 政治関与の継続は批判の的となった。新日の政治家、言論人として知られる。産経新聞連載、李登輝記,記録の取材で、同識記者が台北郊外の離島帰宅を訪れた時、李登輝は右手を首まで水平に持ち上げ、僕はここまで22歳まで日本人だったんだと発言している。日本の親大派からは、その新日ぶりが高く評価されている。 戦術のように日本の漫画の登場人物のコスプレをするなど日本のエンターテインメントにも関心を寄せている。李登輝は日本統治時代に台湾人が学んで純粋培養されたのは勇気、誠実、勤勉、奉公、自己犠牲、責任感、順法清潔といった日本精神であり国境内戦後に 中国大陸から来た中国国民党たちは自分たちが持ち合わせていない価値観だったので日本精神を台湾人の持ち合わせている気質だと定義してこれらの言葉が広まり台湾に浸透した日本精神があったからこそ台湾は中国文化に飲み込まれずに近代社会を確立できたのであり台湾人の親日の背景にはこうした歴史的経緯があると述べている また利党機は、日体は、現在のところ正式な外交関係がないため、経済、文化交流を強化すればよいという意見が多く、経済、文化交流を促進して、日本人と台湾人の心の絆を深めることは、重要であるが、日本人が、中華意識に囚われて、台湾を軽視した場合、日本は、地政学的危機に陥ってしまい、まさしく日体は、生命共同体なのであり、 このことを日本人は常に意識してほしいとしている。台湾における教育改革にも心を砕き、反日教育をやめさせ、台湾の子供たちに正しく日本と日本人を理解させなければと考え、1996年には新たな中学の教科書、認識台湾を作らせた。それ以前の教育では大中華主義の歴史観で台湾の歴史や地理は教えず、 また日本統治時代は一律に否定していたが、李陶器は戦前に普及した教育の制度やインフラ建設など日本の功績を認める記述を取り入れ、その結果、若い世代が日本に親しみを感じる傾向が強まったという。安国神社問題では2007年5月末から6月初旬にかけて訪日した際、日本外国特派員協会で開かれた記者会見で、 靖国問題とは、中国とコリアが作ったおとぎ話と発言した。台湾も領有権を主張する尖閣諸島を沖縄県に属する日本固有の領土であるとし、2008年9月24日には、訪問先の沖縄で再び、日本領土だと発言した。また、お姉ちゃんが綺麗だからといって、私の妻だという人間がどこにいるのだ。尖閣諸島周辺は、 良い漁場で、沖縄の漁民はかつて、同漁場で取った魚を台北に売りに来た。沖縄県当局は、日本が統治していた、台湾の大平州に、尖閣諸島周辺の管理を委託していただけ、第二次世界大戦後、沖縄の行政権はアメリカが掌握し、その後、日本に返還された、日本の自衛隊が、この海域の防衛に責任を持つことになったが、 台湾の漁民は創業をすることが習慣になっていたことから問題が発生した。1972年になってから尖閣諸島は中華民国領と主張したことで問題が発生した。台湾が他人の場所に行って魚が取れただけでも上出来だった。それを自分の戸籍に入れようとはあまりにも幼稚と台湾が尖閣諸島の領有権を主張していることを 日に食ったという。李登輝の発言に対して中国のインターネットユーザーは李登輝の発言の記事を掲載したサイト環球網にて李登輝を日本の犬、売国やつ、まだ死んでいないのか特殊工作員を送り一族皆殺しにして子孫を根絶やしにしろなどといった李登輝に対するバリ増言が飛び交っているという。文芸春秋のインタビューで 李登輝は、前にも言ったように、尖閣諸島は、日本の領土だ。日本は道理に合わないことを言う中国に情報する、必要はないと語ったことについて、李登輝の発言に対して、台湾当局関係者が、即座に反爆し、台湾総統府の羅里市教報道官は、李登輝氏の尖閣諸島は、日本領という発言は、歴史事実に反し、しかも、国家主権を侵害している。 国民党の旧武氏は、李登輝氏の政権は、とっくの昔に終わったのだ。いつまでも発言するな、と強く批判した。2013年5月、日本政府による尖閣諸島国有化について、周辺国への内政や領土干渉を繰り返すことによって、自分たちの力を固示しているのである。こうした中国の動きを説明するのに、 私は、成金という言葉をよく使う。経済力を背景に、ベトナムから、西佐諸島を奪い、南砂諸島で、フィリピンが領有していた地域に手を出し、そして日本領土である、尖閣諸島の領海、領空侵犯を繰り返す中国は、札束の力で威張り散らす浅ましい、成金の姿そのものである。野田前首相の時代に、尖閣諸島は国有化されたが、 あのような手続きを行ったところで、どれほどの効果があるのか。国が買わないなら都で買う、と表明した、石原慎太郎前都知事にしても、彼の個人的な意気を示すだけの話であったように、思う。もともと、尖閣諸島は、日本国民の領土なのだから、日本政府は、手続き論に終始せず、中国が手を出してくるなら戦う、ぐらいの覚悟を示す必要があると述べている。 また李陶器は中国人民解放軍は陸軍には覇権を拡張する道がないため海軍の強化に努めており尖閣諸島周辺の領海、領空侵犯を繰り返して日本に揺さぶりをかけるが軍事侵攻する可能性は低くそれは日本の同盟国であるアメリカ軍を恐れているからであり従って中国は尖閣諸島の共同管理を突破口にして 太平洋に進出することを狙っており、中国による尖閣諸島の共同管理の申し出は断固拒絶すべきであると述べている。2010年、下野していた自民党の一大義士だった菅義偉と浪人中の境学を台湾に招待し、会談を行った際に自民が政権に復帰した暁には日本と米国の安定した関係を保ちながら、 アジアの平和外交に貢献してほしいと促したと、される。自民党幹部は、当時を振り返り、野党とはいえそこそこの数の議員はいた。その中で、菅さんを選び、浪人中の堺井さんまで招待者に含めた敬願は、驚きだとしたたかな外交を評価した。2010年に10月に放退した、安倍晋三の訪問を受け、当時在野であった安倍に対し、もう一度、 首相になりなさい。今、あなたの他に、リーダーはいないと助言したとされる。李登輝は、安倍晋三を高く評価しており、安倍晋三が2013年3月13日に、Facebook に、東日本大震災における、台湾の支援に言及して、大切な日本の友人と表現したことを、多くの台湾人が感動した、歴代の日本の政治指導者が見せた。 中国様々の意識にとらわれることなく激変する国際社会への対応を学んでいるように見えると表している。2013年4月10日に日本が調印した日台漁業協定について過去に日本は台湾に対して行き過ぎていたが東日本大震災後に台湾は多くのお金を寄付したので日本側は後に反省した。過去に日本はずっと台湾と 漁業協議を署名しようとしなかったが、現在は作法を改善した。例えば、ワールドベースボールクラシックの時に、台湾代表チームは日本に試合に行ったが、日本の民衆も台湾チームのために応援したと語った。李登輝は、921大地震に際して、真っ先に駆けつけたのは、日本の救助隊であり、またその綾子が会長を務めていた日本財団が3億円を、 寄付し、その授与式で、李登輝は、その綾子に対して、将来日本で何か起これば、真っ先に駆けつけるのは、台湾の救助隊であると約束した。その後、東日本大震災が発生し、日本台湾交流協会を通じて救助隊の派遣を申し出たが、話がまとまらず、山梨県甲府市の NPO と話をつけて、救助隊を自力で被災地に向かわせたが、 中国や韓国の救助隊は到着しており、到着後も台湾からの救助隊を迎え入れる準備ができないと外務省に言われる始末であり、なぜ当時の日本政府は台湾の救助隊を受け入れることを躊躇したのか。台湾は中国の一部とする中国共産党の意向を気にしたとされる。日本の台湾に対する気持ちはその程度のものだったのかと残念に思った。 日本に何かあれば、台湾の救助隊が一番に駆けつけるというその人の約束を果たせなかったことは、私にとって、生涯の痛恨時であるととろしている。2014年、小学館発行のサピオ2014年2月号で、中国という国は、南京大虐殺のようなほら話を世界に広め、韓国や中国は、自国の宣伝工作の一環としてで造した、 歴史を利用する。その最たる例が、慰安婦だと主張。2015年、ボイスで、台湾の慰安婦の問題は、決着済みと述べ、相当不スポークスマン陳維新に、無知ではなく冷血もし、李登輝が、本当に慰安婦問題が、すでに決着済みであると考えているならば、自ら映画館に行って映画、足足の歌を見ていただきたいと通列に批判された。 2015年8月には、ボイス2015年9月号へ帰国した中で、70年前まで、日本と台湾は、同じ国だった。台湾が日本と戦ったという事実もない。当時我々兄弟は、紛れもなく、日本人として、祖国のために戦ったと発言し、国民党の噴撃を買った。その一方で、同年9月13日に、 台湾の学生団体主催の講演会に出席した時は日本統治時代を日本は外来政権日本人の奴隷になったのは悲しいなどと語っている。西田北郎の哲学に浸水しており政治家として出所身体が問われる場面で西田哲学をよりどころにしていたと語っている。また、二戸ベイナの武士道や夏目漱石の 測転挙止の思想にも大きな影響を受けていた。2020年7月に当期の死を報じた中国共産党系のタブロイド紙環球時報は日本は台湾の経済発展の基礎を築くのに多大な貢献をしたが今では私の日本の友人の多くが台湾に貢献した日本人のことを知らないのではないかと。 心配しているなどの一連の発言に触れて、日本人自身でさえ信じられないほどの、上気のような、馬鹿げた、卑劣な、そしてどこか哀れな言葉は、ゴキブリが弾を取るために抱き合っているに過ぎないなどと、誹謗した。陶器は、ところで、台湾を除いて、日本には、真の友人がいるのかねと言っており、日本の真の友人は台湾だけであり、アメリカでも、中国でもない。 台湾を見ろとアメリカと中国に頭が上がらない日本をシニカルに見ていたという評価もある。一つの中国を国是とする中華人民共和国は李登輝を台湾独立勢力の象徴的人物として危険視し、李登輝の訪日希望には詐称を発給しないよう要求していた。ただし李登輝は政界入り直後に日本の政治家と会談し、 副総統時代にも差書発給の問題なしに法日を実現した。2000年の総統体任意は計9回にわたり来日。2009年12月18日に台北市内で法体中の日本の高校生約100人を相手に日本と台湾の歴史と今後の関係をテーマに講演した。理は講演であなたたちの偉大な祖先の功績を知り、 誇りに思ってほしい、うに尽くし、忠誠を尽くした偉大な祖先が作り上げてきた日本精神を学び、あなたたちも大切にしてほしいと述べた。2010年3月24日、第7回日体文化交流青少年スカラシップの日本側研修団の表敬訪問を受けた。李は学生に対し、日本人は教育と政治の影響で否定的な価値観を持たされ、 心理的な鎖国に陥っている。日本の気高い刑事上学的、道徳的価値観と品格を大切にし、自らの歴史を肯定しなさいと述べた。また、日本の台湾統治にも触れ、日本は植民地の形ではあったが、台湾近代化に大きな貢献をしたと述べた。 日本政府特使として包帯し、蔡英文総統と会談した森吉郎元首相李東期元総統の死去を受けて、日本では2020年8月3日に東京都港区白金台の台北中日経済文化代表所に聴聞基長台が設けられた。なお、東京のほか 大阪の弁事所や那覇分ところ、横浜分ところ、札幌分ところにも弔問機弔台が設置された。2020年8月9日、安倍晋三首相の意向にて弔問団の団長となった森吉郎らが追悼場が設置された迎賓館、台北賓館を訪れ、意を表明。この台湾への弔問団は、日本台湾交流協会と、 超党派議員連盟である日華議員懇談会が派遣。離登期の死去後、海外から派遣された最初の聴問団となった。ありがとうございます。